ます。もう回す？回ってます。じゃあシートベルトね。はい、ということでこんにちは、切り崎舞です。切りパパです。ブツは草で鼻が痒いです。はい、ということで今日は不倫する父親で有名の高畑康さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。何やそれ、どういうこと？だって不倫で有名やん。不倫で有名ってそんなもん大したことないわ。そんな昔の話やな。お前ちゃんと挨拶して。あ、こんにちは、いつもね切り崎英二、切り崎舞チャンネル見てくれてる。はい、ということで今日は父とデート企画初めてやな。初めてやね。二人でどっか行くってないよな。二人でどっか行くとかはなくて、ただこの人を足に使うことはあるんですけど。あ、そうそうそう、とんでもないやつですねということで今日はデート企画ということで、いろんなところを回ってデートをしていきたいと思います。はい、うん、ちゃんと運転してね。いや、あなたも運転しな。なんで？普通さ、デートと言ったら男が運転するやん。もう運転さ、めんどくさいもん。はだから横乗っとるって、後で。今からまずガソリンがないんでスタンド行きます。スタンド行きますね。誰のお金で給油するんですか？そんなこといちいち言わんでいいやろ。前のお金でされるの最低じゃない、この父親。だって別に会社のお金やん。最低じゃない。だから俺が払う方が一緒やん。ということで私が財布出さなきゃいけないということです。もう最初からマイナスポイントですね、男性としてのポイントが。俺を男性として見るな。デート企画やったらやっぱりね、女性的な目線で見ていくんで。じゃあ行くよ。はい、ということで出発。お願いします。マジ熱、えぐいねんけど。え、二人で出かけるの初めてですね。え、なんか小学校の時にさ、一回遊園地行ったよね、二人で。あー行ったな、中学の時だよな。え、違うよ、小5じゃない。二人で行ったな。二人で行った。安全運転で行きましょう。ここに不倫相手来た側乗せた？乗せました。キモいね。あと乗せたのは3回ぐらい渡辺真帆と乗せました。そうなんや。つまらん話もいいからさ、もっと面白い話してくれん。面白くないよ俺。本当に面白くない。うん、昼間のテンションなんで俺いつも来ないの。へー、だって太陽に照っとる時この時間俺外出ないよ、夏は。本当シャフやね。あんたもうちょっと太陽浴びた方がいいよ。ねんけど今やっぱ撮影で浴びるやん。やばい、この人とさ喋ること何もなさすぎてこの動画つまらんかも。喋ることいっぱいあるわよ。ないよ。いろいろありましたね、あなたらが東京行ってから。いや、そんな話どうでもいい。どんな話？もっとデートっぽい話してくれないですか。あー、ほら。あーじゃねえわいや。ね、若い時さ石川県でデートする時どんなデートしとった？俺が一番デートして行った場所って映画館やわ。めっちゃ好きで映画。確かにパパ映画好きやね。お、マジ好きだよ。じゃあ映画見に行くことが多かったってこと？例えばさきちゃんと付き合っとった時ね、お昼頃俺ん家来ます。でじゃあどこ行くっつって、お昼食べてどっかで、メープルハウスってあったんよ。あー、あるね。今もあるやろ。よく行った。ケーキとかパスタとかあるやつやろ。あるの今？あるよ。でその後どうしとったん？でもお腹いっぱいになったねみたいな感じで次に映画行こう。はい、ということで今ガソリンスタンドに向かっていきます。スタンド着きました。危ない、ぶつかるぶつかる。おお。なん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 、ね、めっちゃギリギリやったやん。だそんなもんやって。バイバイ。見てこれ、この手だね。グレザーや。やばー、人のクレカ取ろうとしてる。なんでや、会社のやつやん。そんな人のクレカで払おうとしてます。あのね、何をおっしゃってるの。簡単にご予約完了。本当に燃費悪いんすよ。リッター10しか走らない。へぇ、わからんやん。絶対運転せよ。なんて、もう一回言って。ほら、全部さらす。後でタイマン屋に行くんですよ、私たち。そしたら行こう、わかんないよ。行かない資本。また言わん方がいいって。あ、そう、カットする。なんで行くか確定せん。運転するのめんどくさいからこんなこと言っとるんやよ。当たり前や。最低、男としてどうかと思う。はい、ということで今からどこに行くかというと、私たちはお腹が空いたのでスターバックスに行きます。そう、スタバ行きます。楽しい楽しい、あ、デート企画ね。恋愛でね、好きやって告る？まあ、めっちゃ好きやったら前から言ったことない。ってことはお前が告られたわけやからな。前さ、最初にめちゃくちゃ好きって言うことがないから、徐々に好きになっていくタイプやから。あ、そうなの。そう、いいなって思っとる時にあっちは気持ちマックスみたいなことが多い、多分。でも男の人ってすぐ冷めてくし。男って惚れやすいからね。熱しやすくて冷めやすいよね。それずっと維持できる人もおるやろ多分。え、じゃあさ、入籍した日ってなんかみんな縁起のいい日に入籍するやん。うん、それはなんか意味あったん？だから大安吉日、特に結婚式は大安にするもん。へー、
にそうなんや。そうそうそう、知らんけ。知らん。あ、知らんかったよ。か、吉日。うーん、俺らは大安で結婚したの。無理婚したけど。そう、最近さ、前の周りにさ、めっちゃ結婚してるんやって。結構この年マジで結婚マジで多いんやけど、聞いて聞いて、みんなさ、やっぱり縁起のいい日に結婚するんやけど、やっぱ縁起のいい日でも関係ないってことやね。あんたら夫婦は不倫離婚しとるし、結婚は焦ったらダメですね。そうそうそう、熱っ。はい、ということでスタバ着きました。今からドライブスルーします。いや、タバコうまいっすわ。お前タバコ吸わんがほんとよかったわ。え、マジでハマらんねん。だってママ吸っとる、りょう吸っとる、俺吸っとる、よう吸わんがな。え、前もでもさ、元彼のもらったり友達の吸ったりしたことあるけど、ハマらん、ハマらん。吸ったの？ちゃんと肺まで入れたの？分からん、肺まで入ったんかも分からん。肺まで入れたら吸ったっていう。じゃあ肺まで入れたらハマっちゃうってこと？ハマらん人はハマらん。でも前の遺伝子的には合うってことだよね。多分吸うと思う。怖。さあ来ました、スターバックス。ね、粗挽きソーセージなんとかってなかったっけ？それとアメリカンワッフル、きのこキーマカレー、ホットトルティーヤ一つ。はい、温めますね。はい、ほうじ茶クラシックティーラテのトールサイズ、買っちゃいましたね。買っちゃいました。スタバカードでお願いします。また私に払わせました、この。何？何言ってんの？最低。あ、ありがとうございます。パパ、イエーイ、食べ物。え、ありがとうございます。オッケー、いただきます。いただきます。乾杯。 KP KP、 何その嫌な顔。うわぁ、いや水出しうまいわ。トルティーヤきのこキーマにしました。見て、美味しそう。いただきます。あちぃ、うん、美味しい。めっちゃ美味しい。紹介して、ちゃんと。粗挽きソーセージパイでございますね。食べますね。すごい。うまっ、久しぶりに来たな。これ絶対買うの。うまい。やっぱさ、地元帰ってきたらここのスタバよく来るんやけど、うん、だって家の一番近所のスタバってここしかないじゃん。え、最近できてんの？のうちに。どこにできたの？まあ、メイリン行く時の通りにできた。ああ、ほんま、うん、まあ、メイリンっていうのは私の行ってた高校の名前。ぶっちゃけた話やけど、高校生これ買うと結構金いるね。いる。いや、だから前もさ、新作のフラペチーノ出た時しか買ってなかった。うまいね。え、てかさ、前さ、絶対男の人デート来る時ここ絶対寄っとったわ。うん、ここ入りやすいもんな。スタバ買って夜景見に行くみたいな。夜景？夜景見に行っとった。若い時夜景見に行かんだ。あ、行った。やる。え、どこ行っとった？俺はね、野田山墓地あるやん。うん、あそこもまあまあ石川県内じゃ一番綺麗や。いや、木後山やろ。木後山が一番綺麗や。木後山ってどこに？俺富山の二神山行っとったわよ。え、綺麗なん？綺麗よ。うーん、美味しかった。ごちそうさま。じゃあ続いてはゲーセンに向かいます。ガチでデート巡りやん。今のカップルって、うん、プリクラ絶対行くの？前はそんなプリクラ撮りたくない人間やから、彼氏側が撮りたいって言ったら撮る。俺らの時代あんまなかったな。じゃあゲーセン向かいますなんで今食っとるって。本当出るのおっせえな。はい、行くよ。はい、行きますよ。ゲーセン着きました。着きました。あっ、すまじ。お前の動画楽や。まだ暑いっすわ。ゲーセン、ゲーセン。はい、ということで今からプリクラ撮ります。何年ぶりやろ。え、大人になってから撮った？うん。あ、でも昔さ、うちら子供の時撮ったよ。あー、撮ったもん。家族で撮った。あになりました。宇宙人のおじいちゃんやって。これこんな顔ちっちゃくなってどうなの。こう見たらリョウに似とる。え、こういうとこめっちゃリョウに見える。ちょっと落書きします。フリーダメ絶対。何これ。パパカツ。じゃあ、あのマイメロちゃん行ってみて。赤色、赤色。はい、頑張れ。これで撮ってくれたら父親として見直すわ。そう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 。いった。
嘘嘘アームの力すごかった、一発やねえ、うわ俺取れなかったなねえ、もう一回行ってみよう、あと一回私の財布からお金を抜いてチャレンジしてくれます。これ3枚最後最後いけめっちゃ真剣やん、いけ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 、どこやろ、なかなか諦めます。はい、ということでゲーセン行ってきました。楽しかったでしょ。楽しかった。あのお前クロミちゃんやったっけ、赤みちゃんけ、なんやマイメロの、あ、マイメロ、あれまあしょうがないな、隔離付けよし、隔離付けなんですってクレーンゲームって、うん、次はね、マイちゃんの運転になります。はい、私の運転、この人もう体力ないらしいっす。いや、そんなことないです。あのね、これね、よかったね、可愛くなって、あ、QR コード取ってこんだ、え、あるよそこに、ユートのことがわからん、ここの QR コードを読み取って眉取れるの、プリクラを、あ、そうなん、ジジはわかんないんだね、 あそこでせんねん今、うん、携帯でできる、携帯でこうやってビッてできる、そうそう、絶対できる、できる、取り損なるよ、ほんだから、だからできるって、はい、すいません、さあ、今からどこへ向かいますか。いやどうしよっかな、まあ決まってるんですけど、さあ、行きますか、富山県まんまん屋行きますか、まんまん屋。ちなみに今日はお母さんと荒木社長が出勤してるんだっけ。朝倉もおるわ、めっちゃおるよ、カンバルも全員おるわ。ちなみに行くって予告してないので多分みんなびっくりする言ってない、これ言わんほうがいいのよね。じゃあ行ってきます。行ってきます。まえちゃんの運転です。ちょっと気をつけや、レシルベでしょ、下大丈夫行くぜ、これちょっとお前の運転怖いわなんでなんか知らんけど怖いね、まっすぐまっすぐ、あ、こっち左、あーやらかした、下手くそやな、道知らんわお前、わかるんやけど今失敗しました、やらかしい、何してんお前、だってわかんなかったんだもん右折専用って、ねえみんなわかんないね、これちょっと一口くれ、うん、ブラックや、なんかあんたの口の匂いにした、え、これ右、右行けばいい、うん、で、もう一回、うん、ここ右、ここ右の、うん、ほんで一番左の車線入らんの、あー、そういうことか、てかね、やっぱ怖いわお前の運転、じゃあ運転してくれよ、嫌だ、お、いい感じ、いい感じ、ちょうちょうちょう、いい感じ、ちょう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 、いい感じ、わー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 、なんでモームスが出てくんの、パパが若い時やったら前彼女したいと思う、うん、タイプじゃないな、あ、じゃあ同い年でした、うん、こんな女の子が合コンに現れました、どう思いますか、娘やしな、娘としか見えんしな、こういう、なんていう、性格の風貌の人がおったらどうする、でも、いきなり飲んでもないのに、恋をして、ふーふーとか言うの無理やわそんなんじゃない、前の元の性格わかるやろ、意外と静かやろ、うん、狙うとかじゃなく、どんな子かなって探る、ギリ、ギリ、ギリハッピー、タイマンへ向かいますね、バイバーイ、はい、ということで、タイマン屋着きました。さきちゃんと荒木社長は私たちが来ることも知りません。たい焼き買ってきまーす。また来んかい。行ってきまーす。はい。お嬢様。はい、行こう。行こう。最悪、この湿度で雨降ってくるとか。いやーあっちでかい。やなやな。ねえ、はい、行こう。彼は今、車のチェックタイムです。おるかな、ママおらんやろ、あ、おったあら、おったうちお前ら帰れよ、お前え英語動画じゃん、俺は今日、はい、俺は今日、はい、デートやぞよ、お前気持ち悪いんだよ、お前らめっちゃ忙しそう、今日ねえ、あんた DSG の何ねえもん、これしかやっぱり DSG や、お前パチンカスやね、あっちゃ今からリスナーさんとハグするらしいです、よかったね、女の子とハグできて、あ、嬉しいですね、プレミアムソフトクリーム、はい、朝倉ちゃん忙しいから、はい、言ってあげて、あららにくんの久しぶりやな、誰お前、あんこサンデーと、たい焼きあんこ、たい焼きあんこ、あとチョコミント、チョコミント、はい、お願いします、倍にするんやな、嫌です、倍にします、あ、最悪です、それうん、熱い、いただきます、あんこサンデー頼みました、美味しそう、いただき、マスクどこやったっけ、俺は何やったっけ、これプレミアムソフト、うん、めっちゃ美味しい、うまいね、うん、アイスうまいな、でも毎日食っとると食わずに俺がなるわ、てかさ、石川県民って一番アイス食べるらしいよ、らしいな、うん、めちゃくちゃうまいですわ、タイマン屋今アイスやってるのでみんな行ってみてください、うん、あ、おじさんや撮影中
俺の休憩時間に何撮影してんの？今お前ら言いにいるんだよ。怖いよおじさん。やってらんねえよ。こっちも仕事なんだよ。何楽しいことやってんの？こっちも仕事だもんな。大体舞ちゃん俺の番じゃねえのデートは。え、荒波社長と一回やったやんデート。やったよ。お疲れ。あ、ありがとう。美味しいたい焼き。Thank you。 あ、溶けるよ。食べな。なんでこの二人デートしてんの？知らないにゃん。あんた忙しいしやろ。俺の代わりか。なら許す。ちゃん泣いて。ちゃんと彼氏役務めてんのかって。バッチリだよな。最悪よ。この人さ、金沢からタイマン屋まで前の運転させたからね。なんでお前女の子に運転させてんの？お前サキさんとそういう長い付き合いだったからもうずっと甘えてたんだろう。今や荒波の運転手はサキさんになってるからね。あ、そうなの？そう、ずっと運転してる。全然違う。お願い。いや今別富山で美味しいカレー屋さんあるんだけど、そこ行きたいって交渉して無理とか言うんです。あんた誰のためのデート企画？普通さ、彼女の言うこと聞かんか。俺のバーターとしてお前彼氏がやってんだから。なんでバーターちゃんとやれよ。ねえ、食べたい。お願い。お願いって言ったら自由から聞けよ。後でガチうまい。うまい。ガチでうまいし、絶対騙されたと思って食べて。で、ご飯はおかわり3杯まで出てました。いや、そのぐらいご飯が進むわよ、うん、ねえ、食べたい。タンドリーチキンだけで1杯目食べれるから。で、2回目にチキンとカレーのミックスね。で、3杯目はもうカレーのルーだけでガッとなんです。あとサラダも美味しいです。ほら、行こう。で、ラッシーも美味しいです。行こう。行こう。ねえねえ、あんた娘のための今のデートやろ。自分にばっかり合わせんなって、うん、娘に合わせろよ。そうやって。俺を責めやがって。この人は、ね、昔から例えば子供のと一緒にご飯食べたりするやん。子供のご飯はおかずまで取ってくれるんですよ。自分さえ良ければいいの。そうね。悪くさー。いや、自分が食べたいものじゃなくて、舞ちゃんが食べたいもの、そこに行く。これでいいじゃん。はい、ということで今小矢部の三井アウトレットパークに着いたんですけど、汚ねえな。ごめんタバコ臭い家。富山って言えばさ、ほんとつまらん話しかしんね。俺そうや。マジ中身ない。うん、中身ないよ。ほんとにダラ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 、よく中身のない話をする人間やね、うん、ちなみにその遺伝子多分前を受け継いどる。うそや。めっちゃ意味のない話するから。ああ、え、オチはって言われるみんなから。うんうん、そこは俺に似たよ。最悪、ほんとに面白い話できる女になりたかった。だから考えて喋ってないよ俺。え、そう。だからこの動画多分地獄へ、うん、多分トーク地獄。トーク地獄。うん、まあいいよ。ということで行きましょうか。今から観覧車乗ります。楽しみだね。そうだね。本当にこの人と観覧車乗ることになるなんて最悪です。なんで撮るの？チェックタイムせんの？うわ、一応これは車のチェックタイムです。チェックタイム俺ダメなんや。チェックジジイ、うん、チェックジジイや。この観覧車に乗ります。あ、なんて最近ね、高所恐怖症なんよ。え、富士急とか無理もん。あんな富士山とか昔乗っとったけど無理。うわ、来ましたね。怖い。高いとこ大好き。はい。めっちゃ涼しい。こんな観覧車もあります。めっちゃ涼しいね。なんじゃこれ。すごい。初めて俺。最高。冷房の観覧車ってあるん、ね、すごいっすよ皆さん。これ涼しい。マレさん、いい感じ。気持ち悪い。イエーイ。なんか景色もいいし。いや、これは当たりだわ。当たりやね。うん。あ、足、足。びっくり。わー、すごい。下見える。ちょっと待って。あ、ここで写真撮っとく。結構綺麗。めっちゃ綺麗なんや。青空がいい感じ。多分、絶対パパと観覧車なんて乗らんから。乗らんやん。噛み締めといた方がいいよ。今、娘と乗れるこの状況。そうやんな。噛むけ。気持ち悪い、気持ち悪い。やばくない。今さ、最近でいっちゃんキモかった。マイコ、うん、彼氏と乗ったことあるやろ？ない。観覧車？ない。イチャイチャするよ、普通に。俺いつも乗る前にね、ほんだらこうやってやってジュジュジュ。うわー、キモー。でも見えるやん。もう見えるところがまた興奮するやん、ジュって。あー、そういうこと。彼女と観覧車乗ったことある？あるよ、なんかね。ママとは横浜で乗ったわ。へえ。横浜旅行行ったんや、昔。さきちゃんはもう記憶抹消されとると思うけど、俺結構覚えとるから。いや、これでもな、いい思い出になるわね。うん、お前とこんなね、デート動画みたいなの撮ったことないし。そうやね。だから皆さん、これ高評価マジでお願いします。高評価よろしくお願いします。マジで。あとみんな拡散してください。お願いします。あ、もうちょっとで降ります。ここ来て正解やわね。うん、降ります。ね、早く移動しよう。この人携帯触ったらマジで移動しないんですよ。俺携帯触ったら1時間2時間見るから。本当にうざい。早
早くして、デート中にさ携帯ばっか見る男どうかと思うよ。あ、それ良くない。ほら早くしろ。良くない。はい、行くよ。あやさん、はい、場所は次どうですか。はい、ということで次は夜ご飯食べに行きます。いやー、やったマジでテンション上がる。と、うん、いうことで今からさっき荒木さんと母に聞いた美味しいカレー屋さんに行きます、うんうん、向かうは富山高岡ですね。はい、とりあえず出てもらっていいですか、はい、あ、そう、携帯ばっか触んじゃねえよ、はい、クソジジイ。こんなもんねいくらクソ親父でもクズとかだってクズにすぎるよ。不倫するし借金作るし。お前ええな、言っとくけどね、完全に俺の悪いとこしか言ってない。人間って少しでもいいとこあるんよ。いや、あるかもしれんけど不倫と借金はいかないくない。うん、ダメやね。やろ、ほら、うん、不倫借金子供の金盗む、でも三拍子、この三拍子以外で褒めろと。この三拍子があったら褒めようにも褒めるところがもう見つからんのよ。悪いところが上回るからさ。分かった、まあいいわ、はい、ここで反論してもしょうがない。やろ、おじいちゃん行くよ。ちょっと待って、おじいちゃん肩いって揉んでくれ肩。やだやだやだ、半音なんだ。カレーを食べに行こう。めっちゃ綺麗なんだけど。お、ほんとよ、超綺麗。夕日や、うん、まあ、運がいいね。着きました、行ってきます。行くよ。来ました。美味しそう。タンドリーチキンとスープカレーとサラダ。オッケー。はい、これラッシー。ケピー。ケピー。ラッシー。で、いただきまーす。美味しい。すごいな。いただきます。うん。うまいって、めっちゃ面白いね、んな。やろ。かわいいやろ。あれはすごいと思う。じゃあ、カレー食べてみよう。辛っ、めっちゃ辛い。うわ、うん、美味しい。ちょっと、ちょっと待った。めっちゃ辛っ。結構辛いです。美味しい。でも、チキン食べます。いや、めっちゃチキン美味しい。食べてみ。マジずっと食べたかった、ここのカレー。おかわりしたくなるわ、うん、あ、辛い。タンドリーチキン。美味しくない？タンドリーうまい。やばいよね。懐かしい。はい、ということで感想。辛いけどうまい。いや、本当に辛いけどめちゃくちゃうまいです。うん、超美味しかった。なので富山来た人はぜひ行ってみてね。あとさ、これもラッシーめっちゃうまいです。ごちそうさまでした。今日のデート企画どうでした？楽しかった。親孝行してくれてありがとう。じゃあさ、まゆが今日パパのこと楽しませたお礼に何か買ってくれるよね。もちろん。まゆちゃん、うん、欲しいものがあって。何が欲しいの？ティファニーのブレスレット。金額大体想像つくんですけど。アクセサリー系か、エアポッツプロマックスが欲しいです。楽しみにしてます。次に俺が東京撮影行った時に、この時一緒にお買い物に行きましょう。そうしましょう。そこで今日楽しんだお礼をもらいたいと思います。破産してたらすいません。今日はね、一日充実してました。してましたね、はい、では今から時間をかけて石川県に帰ります。富山から帰ります。ありがとう。じゃあね、バイバイ。また。